16大国の一つである、チェーディ国チェーディ国あるいはチェーディ国は、古代インドの国名、プール族やヤド族により統治された。ジョジシ、マハーバーラタでは重要な役割を果たす国であり、初期仏教の聖典、アングッタラニカーヤの中でも、北道16大国の一つに数えられる。首都はシュクティマティ。現在のマディアプラデーシュ州からウッタルプラデーシュ州に、かけてのカジュラー法や、 ジャーンシーなどを含む、ブンデールカンド地方に、大体当たる。ヤムナー川の南岸であり、ベートワー川に沿った地域である。ウパリチャラバス王は、プール族に属するチェーリ国王である。インドラ神と親しかったと言われ、国力が強大であったことを伺わせる。ウパリチャラ王の規制には、鉱産物や農産物によって国が潤っていたと伝えられている。 コーラーハラ山を流れていたスークティマティ川を掘削して流路を変え、灌漑用水を整備して首都スークティマティを建設した。ウパリチャラ王は王子を総督として国内各地に派遣し広大な領域を支配した。ブリハドラタ王子により統治されたマガダ国をはじめ各国はウパリチャラ王に侵入し帝国のような領域を形成していた。ウパリチャラ王は 金の布や花輪などで飾られた竹の柱を立てて、インドラ神を祀った大祭を毎年挙行したことで有名である。また、特殊な馬へ戦車に乗っていた。ウパリチャラ王の日、ギリカーはコーラーハラさんの渓谷地方出身で、その兄は将軍に任命されていた。ヤムナー川の漁民出身の日もおり、その人の子たちが松屋国の子祖となり、漁民たちが ヤムナ川流域に広く展開する契機となった。シシュパーラ王は、ダマゴーシャ王とその日シュルタデーバーの間の王子である。シュルタデーバーは、パーンダバーゴ王子の母であるクンティーの妹であり、クリシュナの父であるバスデーバーの妹でもある。パーンダバーゴ王子の二番目であるビーマの妻は、チェーディ国出身であり、シシュパーラ王の妹であったという記述がある。シシュパーラ王は、 マガダ国のジャラーサンダ王や、クル国のドゥルヨーダナ王と友好関係にあり、同盟していた。しかし、パーンダバのビーマとは親しかったが、母方の叔父の息子にあたるクリシュナとは敵対関係にあった。パーンダバの王、ユディシュティラが、ラージャスーや祭りを催している最中に、争いとなり、シシュパーラ王はクリシュナに殺害された。ドリシュタケート王はシ、シュパーラ王の王子である。 クルクシェートラの戦いでは、パーンダバゴ王子に味方して、チェーディ国軍、カーシー国軍、カルシャ国軍の将軍となって参戦した。巨大な馬ン戦車に乗って戦ったが、ドローナと戦って戦死した。パーンダバゴ王子の4番目であるナクラの妻、カレーヌマティは、チェーディ国の王女である。ドリシタ系統の妹であると、直接の言及はないが推測されている。 シシュパーラ王の王子であるサラバ王が、鳥タケイツ王の後を継いだが、バラタ大戦争の後で、パーンダバコ王子のアルジュナと争い、戦争となって殺害された。ありがとうございます。